近藤忠雄、近藤忠雄元禄9年2月2日は、江戸時代初期の武士、江戸幕府旗本、鉄砲頭、近藤紀洋の子、通称は、昇助、号は、五席、金指近藤家二代目、子に、近藤正洋、慶長11年に、近藤紀洋の長男として生まれる、寸府城にあった徳川家康に、お目見えし、 石上で家康の十一男、徳川頼信に仕えるように言われ、これに仕えた。また、その頃は、江戸に在住していた。慶長十七年、父の起用が死去すると家督を継ぐ。頼信の隊に属し大阪冬の陣に参加。元那五年八月、頼信が、奇襲藩に違法となったので、木の国におき領地は大官に支配させた。元那六年、 祖父の近藤修養より呼び戻され3140国を分治され、寛永8年に修養が死去すると一族に分治され、定王は5450国を分治される。遠方5年、飯谷と花びらの山境、また、金指と飯谷の境界争いがあり、自らその箇所に出かけて内定をし、陣屋に関係者を呼んで裁定した。このように領民のよう自ら聞いたり、 道路の整備、市場の開設など前世を施した。また、江戸においては、明暦三年の明暦の大化では働きに引い出て、江戸幕府より賞賛され、水野茂之ら旗本八つと、万水院長兵衛ら町役子たちの暴挙の際にはこれを、制している。帝王は、禅宗の僧、人間隆起に帰依し、漢文二年に、万福寺に百両を投じ、竹林少女を混流した。 また、因縁より法名を賜り、法師の大爆衆の虎井増独不可視性明を招き、漢文四年、金差し及び、木ヶ良近道家の母大寺となる初、山田から林寺を混流した。また、新田開発にも力を入れ、状況元年帝王自ら神殿開発をした。神殿が、青戸村として立村したほか、漢文六年五月から、昔用の世代まで、 武蔵国小川村に抱え屋敷を持ち、武蔵野の神殿の開発も行った。長男の商用は、漢文3年23歳で創生し、孫の徳用に後を継がせた。遠方7年8月、百件司法の陣屋が10年10ヶ月かけて完成し、同年9月2日に徳用とともに、新しい陣屋に入った。元六九年、金指陣屋で十一歳で死去する。 宝林寺に葬られた。法名は、西武院後石星とつこじ。金指し近藤家は、特養の後、昔用、寝養、栄養、ことぶき養、有用,用と続く。帝用夫妻の肖像が。ありがとうございます。